この前言ってたアボカドの種、こんな感じで今やってます。最初こっちをやったんですけど、これが2日目。こっちは今朝食べて、朝食に食べた後にこんな風にやってみました。これかわいい容器でしょ。この前のハロウィンの時の竹原で買ったケーキ屋さんで買ったケーキが入った後のやつです。なんか可愛くてね、取っといたんですけど、こんな感じでアボカドの種を育てる容器に今利用してます。本当に出るのかな？実験。本当に出たらね、楽しみですけどね。ちゃんと苗木になるんでしょうか。何日かに一回ちょっとこういう感じで観察していこうと思います。では、お楽しみに。